場所、バックスタンバイ福島白河陸上高校佐久間美里です。女子シングル 100m 個人ターンシート決勝3位です。ホームからスタート2人、予選タイムは2分33秒を参加したら、予選タイムは2分40秒を大きく伸びてくれる時計を使って、そしてバックからスタート船橋ですが、こちらは予選タイム2分40秒を確認できるので、次に決定戦を目指します。
最初の自分のところは、そこから少し虹を見つけて攻めてきました皆様こちら。こちらから現在リード2秒ほどに現在やっていました。つまりと広げてきました1台目が現在と。この後、石です。こちらには先ほどの予選タイムの1キロのスプリットとほぼ同じです。一方、稲橋セレナは先ほどの予選タイムよりも1秒ほど遅いペースを現在は刻んでいます。その差は現在5秒程度。スタートの時計は2分後回っています。残り2分作品の長いところでは、ここの稲橋の姿を捉えることができるようという、そんな距離になっていました。大きくリードしています。1人です。まもなく3コーナーから4コーナー、最終コーナーの直線に入っています。フィニッシュを先に迎えるのはホーム次第より。フィニッシュ入ってきました。先ほどよりも予選タイムに上がった2分32秒11で、2分32秒11で次第。そしてバック2分41秒888、2分41秒888でのフィニッシュです。一輪決定戦、京都北川高校次第より、先ほどの予選タイム上回る時計で。第3位、記録2分39秒598、京都北川田高校、鍋島千里。第2位、記録2分41秒88日、日本体育大学太田高校、船橋世良。第1位、記録2分32秒110で、京都北川田高校、石田優衣。おめでとうございます。選手の皆さん、ありがとうございました。それではご交代ください。